It is widely as well as commonly believed that Santa Claus or Father Christmas was Saint Nicholas. Saint Nicholas was a bishop who lived in the 4th century in a place called Mira in Asia Minor, now called Turkey. He was a very rich man because his parents died when he was young and left him a lot of money. He was also a very kind man and had a reputation for helping the poor and giving secret gifts to people who needed it. There are several legends about Saint Nicholas, although we don't know if. Any are of them are true サンタクロースというのは一体誰だったのでしょうか一般にはそして広くサンタクロースというのは4世紀に現在のトルコにいた聖ニコラスと言われていますが本当にそうでしょうか今日はそのサンタクロースの謎に メリークリスマス広ロシ浜ヤシ・ジャパンサンタクロースは4世紀のトルコの聖人だったというのですそもそもここがおかしいと私、林宏は考えていますトルコといえばミトラ教の 発祥地ですそのミトラ教はチャーチ・オブ・ローマが同じく4世紀にローマ国教として認定されるとローマン・カトリックと名を改めミトラ教を徹底的に弾圧しますミトラ教を悪魔教と位置づけて徹底的に弾圧しますその4世紀に現れた聖ニコラスが サンタクロースになったあるいはサンタクロースの原型というわけですがそのサンタクロースはフリジア帽をかぶっていますこれがフランス革命当時のフリジア帽ですフリジア帽というのはエジプトにおいても自由の象徴的なシンボルでした奴隷たちも自由を与えられるとこのフリジア帽をかぶっていたと言われています 自由の象徴、それがフリジア帽ですサンタクロースはそのフリジア帽をかぶっていましたフリジアというのは現在のトルコの米ですとなるとここで大きな矛盾にぶつかることになりますどうしてローマンカトリックのビショップがフリジア帽をかぶっていたか とということですねそしてそのフリジア帽は言うなればミトラ教のシンボル的な帽子となっています。今ここにご覧いただいていますのがミトラ像です。ミトラ像は皆そのフリジア帽をかぶっています。そのフリジア帽をサンタクロースがかぶっていたというのです。そしてそのサンタクロースはセ・ニコラス。 つまりローマンカトリックのビショップだったというのです。矛盾、矛盾、矛盾ということになります。これがミトラです。帽子に注意してください。みんなフリジア帽をかぶっています。そしてミトラは赤い衣服で描かれるのが普通でした。ミトラの着ている衣服に注意してください。赤い衣服を身にまとっています。そうしてもちろん 帽子も赤ですそのコンセプトは現在私たちが持っているサンタクロースのコンセプトと一致しますとなるとここで考えられる可能性は次の2つということになります1つはサンタクロースは聖ニコラスではなかったという可能性もう1つは聖ニコラスはローマンカトリックのビショップではなくて ミトラ教のビショップであったという可能性です後の判断は皆さんにお任せするとしてで結論ということになります今まで述べてきた事実をもう一度並べてご覧いただきますサンタクロースは赤いフリジア帽をかぶっています赤いフリジア帽は自由のシンボルでもありました フランス革命の当主たちは皆この赤いフリージャー帽をかぶって戦いましたそしてミトラ教のミトラも赤いフリージャー帽をかぶりそして赤い衣服を身につけていますそのコンセプトはサンタクロースのコンセプトと一致しますそしてその自由の精神はやがてミトラ教からフリーメイソンへと受け継がれ現在の アメリカ・ハドソン湾に立つ自由の像へとつながっていきます。が、だからといって、サンタクロースが間違っているというのではありません。その温かい心は今の今も私たちの心の中に残っています。その温かい心まで私は否定するつもりはありません。メリークリスマス とということになりますがついでに2つの事実を皆さんに話しておきますそのミトラ教は「ミレ」と変音しそしてやがて「ミルク」と変音し現在の沖縄に伝わっているということですエイサー踊りをする人たちのかぶる かぶり物に注意してくださいそのコンセプトはまさしくミトラ教のフリジア帽のそれであるということです。 古来よりこの日本では、馬との王子、つまり聖徳太子は、このような姿で描かれています。頭の部分に注意してください。この頭の部分に聖徳太子が身につけているのは、フリジア棒ではないかと、私、林漆は考えています。根拠がないわけではありません。聖徳太子が建立したとされる法隆寺の五重の塔の総輪に、その証拠が残っています。 それについての動画はこの後につなげておきますからどうかご覧になってください。聖徳太子はまさにミトラミトラの再来そのものであったと私、林広は考えています。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about sorin, or a sort of a decoration. Usually, you can see at the top of a pagoda here in Japan. You see one of them at the top of a pagoda in Horyuji Temple, Nara, Japan. As a sorin, I, Hiroshi Hayashi, would like to say that. It is the oldest tree of life that exists in the world now, or you may say it is the oldest Christmas tree in the world. As to the concept of the tree of life, Wikipedia writes as follows: The concept of a tree of life has been used in biology, religion, philosophy, and mythology. A tree of life is a common motif in various world theologies, mythologies, and philosophies. It alludes to the interconnection of all life on our planet and serves as a metaphor for common descent in the evolutionary sense. The term "tree of life" may also be used as a synonym for sacred tree. 現存する世界最古のクリスマスツリーは、実は法隆寺にありました。法隆寺の五重の塔のてっぺんにある草林と呼ばれる飾り物がそれです。が、この日本では、それはスチューパをかたどったものだということになっています。スチューパというのは、もともとブッダがダビにふさえた際に残されたブッシャリを収めた塚を言います。塔場とも言われています。 そのフチューパに形が似ているから、そのように考えられています。が本当にそうでしょうか今日はその謎に迫,迫ってみますが、聖徳太子が建立した法隆寺に、そもそも塔場などあるはずもないのです。その説明もこの動画の中でしますが、法隆寺の五重の塔の草林は、フチューパなるものをかたどったものではなく、バビロニア、メソポタミアにレリーフとして残る生命の木です。 生命の木そのものです。つまり、双林の支えとなっている円形の枠を、その形がフチューパに似ているから、フチューパと誤解しているということになります。が、それだけではありません。その生命の木がクリスマスで祝うクリスマスツリーの原型になっていることを忘れてはいけません。クリスマスツリーです。今ではキリスト降誕祭、つまり、 クリスマスにはなくてはならない飾り物ということになっていますが、元はといえばバビロニア、メソポタミアの神々の生命の木でした。それがゾラスター教、ミトラ教へと引き継がれ、それがキリスト教へと繋がっているということです。そのこともこの動画の中で説明しますが、それはさておき、そうなるとバビロニア、メソポタミアに残るレリーフを除いて、現存するクリスマスツリーの中で、 法隆寺の五重の塔の装林が世界最古のものであるということになります。わかりますか世界最古のクリスマスツリーは皆さん、この日本にあるのですよ。それが法隆寺の五重の塔のてっぺんを飾っている装林ということになります。では、画像を見ながら説明します。皆さんを法隆寺へ案内します。法隆寺です。 そして、えー、五重の塔です。この五重の塔のてっぺんに、草林と呼ばれる。言うなれば、飾り物があります。これがその草林です。で、法隆寺でも、まあ学校でもですね、この草林は、スチューパーをかたどったものだと説明しています。右が生命の木です。メソポタミアのレリーフに残る、えー、生命の木です。 で、双林の、まあ、検証をしてみます。これが法隆寺五重塔に残る草林です。右がメソプタミアのレディーフに残る、まあ、生命の木ですね。この双方を、まず簡単に見比べてみてください。枝のようなものがですね、くるんと下側へ曲がり込んでいるところまで同じなんですよ。 中深くご覧ください。ここが今日のポイントということになります。なあち、左の法隆寺の草林は、右のメソポタミアの生命の木と大変よく似ているということですね。となりますと、この丸い円形のものは何かですけども、私は支柱と判断しました。いわゆる、まあ、支えですね。 で、その支えをとってみますと、こういう形になりますが、それはそのままメソポタミアの生命の木と同じになります。上にいるのはこれマフダ・アフラマザーではなくて、メソポタミアではエンゼルと呼ばれていました。これが生命の木ですね。天使ですね。まあ、あの、先ほどのはね。で、これが、まあ、生命の木。左が法隆寺の五重塔に残る草林です。 中ぶかご覧ください。この下側へぐるっと回り込んで、そしてこの束ねてありますね。この束ねることにも宗教的な意味があるんですよ。いわゆる魂を束ねるという意味からね。まあそれはいいんですけども、みんなですね、成田山の、まあ、あります、えー、いわゆる生命の木ということになりますね。もう生命の木と断言していいと思います。で、これが、左がメソプタミア、右が法領寺の五重塔です。そして、 中心を見ますと、やはりこう、なっていますか、束ねてあるっていうことですよね。えー、束ねてあり、そして、その、縦棒がですね、縦の棒というか、茎って言います。なんて言ったらいいのかな。それがやっぱりこう、三本になっているところも同じだということです。左が生命の木です。右が法隆寺五重の塔に残る草林です。比較してみてください。 皆さん自身の目で比較なさることが重要かと思います。いかがですかで、同じものがですね、実は荒野山にもありました。これは根本大東の隣の寺にあったものですけどもね、あの、このてっぺんを見ていただきたいと思います。ここにもやはり同じような生命の木が、あをかたどった草林がありました。 右が成田山です。まあ、西蘭ドですよね。で、中央に法隆寺の五重の塔の草輪を置いてみます。みんな同じだということに皆さんお気づきになると思います。で、問題はなぜ同じかということですよね。なぜみんな生命の木をかたどった草輪を、まあ、塔のですね、えー、てっぺんに乗せているかということですよね。 それにはですね、まあ、神々の歴史を簡単に振り返ってみる必要があると思います。では、簡単に神々の歴史をおさらいしてみたいと思います。まあ、アフラマズダ、あるいは、まあ、天使だったかもしれません。で、それを、まあ、アフラマズダを信行して、進仰してですね、ザラストラがドラスター教を起こし、その流れの中からミトラ教が生まれます。そして、ミトライコール聖徳大使です。 その証明もいたしました。で、聖徳太子は法隆寺、それから五重塔を建立します。そのてっぺんに草輪を乗せます。そして、ミトラ教は未霊となりますね。密教です。未、密教というのは未霊の当て字です。ダシルルンポへ現状三蔵が行って、そして密教を長安に持ち帰ります。その長安へ空海が行って修行し、密教を日本へ持ち帰ります。そして、金剛無事を開きます。 これが根本台道です。そして、塔を見ていただくとわかりますように、上が成田山の西蘭道です。同じですね。こういう流れの中から、えー、生命の木が日本へ伝わったというふうに考えられます。あれ逆だったかもしれませんよ。それがまたね、あの、こうした古代の謎の面白いところですよ。そして、聖徳太子はミトラ棒をかぶっています。まあ、これはあの、 聖徳太子の像はこれを後にできた、まあ、像図ですけどもね、えー、同じようなコンセプトでみんな描かれています。そして、その流れ、左行ったね、ギリシャ彫刻では、ゼウスがサンダーボルトを持つ。それが、チベットでは、バジュラになり、そしてゴコションになり、空海の堤へと渡ります。このような流れの中から、ナイタさん、それからコ今後、無事、それから、いわゆる、まあ、五重の塔、法隆寺とつながっていくわけです。これで皆さん、分かっていただけましたね なぜ、これの、まあ参加所にです、ねえー、生命の木をかたどった、いわゆる、まあ、なんていすか、草林があるかという、えー、ことになります。でちょっと話をそれますけども、まあ、クリスマスツリーですね。いわゆる生命の木です。これが生命の木ですね。そして、えー、これはメソポタミアのレ、えー、リ,リーフです。tree of life です。 中央に tree of life が飾られています。何かの真珠をしているように見えますね。いわゆる永遠の命を授かる、まあ、木ということになります。そしてこれが、えぇ、ー、草輪ですね。比較してみてください。ここにこのような形で置いてみますと、まあ、しっくりと収まると言いますか、同じということですよね。要するに。なぜその五重の塔に、法領寺の五重の塔にソウリ輪があるかといえば、 ミトライコール聖徳大使だからです。 で、ミトラと仏教の関係を考えてみたいと、ミトラ教とですね、ブッダの関係を考えてみたいと思います。12月25日、ミトラは母アニヒータのもとで、主女解体で馬屋で生まれます。そこへ3人のマギがやってきて、ミトラを祝福します。これが3人のマギです。3人のマギというのは、ペルセポルスに住んでいたカンブジア、ストダナゴータマ、それにダリウスです。 これが、この三人がミトロの誕生に駆けつけて、えー、ミトロの誕生日を祝います。こうしたまあ名前が付いてますけど、これは、まあ、後でキリスト教徒がつけた名前です。で、三人のこの眉毛を見ていただきたいんですけども、皆同じフリジア帽を被っていますね。そしてトルコのマントを身につけています。となりますと、二番目はストダのゴータマ、すなわち、私たちがブッダと呼んでいる知ってあるゴータマのお父さんということになります。 これがサントアポリナーレ寺院ですけどもね、ここにその世界最古の三人のマギのモザイク画が残っています。で、この三人のマギが、キリスト教徒側の方ではですね、イエスの誕生の時にやってきた三人の賢者、三人の博士、あるいは三人のマギと説明されています。しかし、マギというのは固有名詞ですから、キリストの誕生に間に合うはずがないんですよね。 三人その、三人番目のダリウスがですね、えー、中央のストなナゴータマを倒して、倉についたのは紀元前522年ですからね。ですから、どんなに頑張ってって、まあ、あえまあ、キリストの誕生には間に合うというか、先に、先の人ですからね、ダリウスはね。まあ、これはみんな、まあ、偽の名前だということを説明しています。これはまあ、トルコのケープを身につけている。 ということですよね。ですから、あここで、まあ、仏教、ブッダ、ブッダの、ね、お父さんがここにいたということになりますと、仏教とミトラ教の接点が生まれるわけです。なあち、ブッダのお父さん、なあち、ストダナゴータマがミトラの誕生に駆けつけているということですね。な、まあち、上下の位から言えばミトラの方が上だということです。ですから、ミトラの化身である聖徳太子がですね、ブッダを祀るはずはないわけです。 祀るとしたらザラス,ストラドルになるわけですけどもね、ミトラ。もしくはザラス、ザラストラってことになりますよね、ミトラの上、上位神はザラストラですから。で、まあ、この、サンタクロースもですね、フリジア帽を被っていることに注意してください。これはセリキムラさんが教えてくださいました。で、ダリウスの話もちょっとしておきたいと思います。まあ、ダメ押しということになりますけど、これ3番目にのがダリウスです。 えーまあ、ダリウス、ペルセポリスに残る碑文によればですね、えー、カンブジャがエジプトに行ってる間にストダのゴータマが位を奪った、奪ったと。で、ゴーダスたちを位置づけて、ダリウスがストダのゴータマを追い出します。そしてそのストダのゴータマは息子のですね、セッダーアルタゴータマすなわち、シッダーアルタゴータマすなわち、私たちがブッダと呼んでいる、えー、シッダーアルタゴータマを連れて、ネパールへと、ネパールの現在のルビニあたりへと逃げていったと考えられます。 カンブジアはそのままね、まっすぐルートワンに沿って、えー、プレハビエへ行ったものと考えられます。ともかくも3番目にいるのが、これがダリウスです。ですからダリウスが紀元前522年、あるいは520年にですね、4月1日にクライに着いたときには、もう、カンブジア、それからストダナ・ゴータマは、スペルセポルスにはいなかったということになります。ですから3人が、マギこれ3人をマギって、3人のマギって言うんですけどもね、こういう名詞、3人のマギが、 いわゆる、まあ、ミトラの誕生に駆けつけた時には、まだこの3人は仲が良かったということを表しています。が、その後、ダリウスは2人の前の王を追い出して、自らがグレイト、いわゆる、まあ、ダリウス大王として、ペリステポルスの、まあ、王として君臨します。ダリウス一世ですね。そしてこうして比較してみますと、正確に、えー、サンタポルナレの壁画はですね、ダリウスを表現していることがわかります。はい これがダリウス、ザ・グレイトです。そして一番前にいるのがカンブジアです。そして二番目が人だらのゴータマスの味、ブッダのお父さんですよね。ブッダのお父さんです。そしてこの、この像はですね、ブッダ像、苦行中のブッダになってますけど、私は人だらのゴータマだと思います。その証拠にですね、台座のところにゾラスター教の真人の模様がこのように彫り込まれています。中央で火を焚いてますね。そしてまあ、上半身、剥き出した、まあ、 南天仏教の独特の衣を着て、えー、僧たちが何やら、まあ、儀式をしています。この儀式というのは、まさに、ゾラスター教の真事であるということです。まあ、ともかくも、二番目にいるのが、ストダナ・ゴータマになります。その息子が、セッダ・アルタ・ゴータマということになります。ここでは一応、まあ、シッダ・アルタ・ゴータマというふうに表現しておきました。苦行中のブッダという名前になってますからね。まあ、それだけでありませんね。まあ、こうして精査していきますと、いろんなことがわかります。右が、ミトラ。 像ですね。皆さんご存知のミトラ像です。そしてトルコのケープ、トルキッシュケープを身につけています。襟巻きも特徴がありますね。そして模様も一緒なんですね。これ面白いですね。まあ、偶然の一致っていうことなんでしょうかね、模様というか。あの、ミトラの模様も同じのがあります。ごめんなさい。それからこれが、左が、あの、まあ、三人の賢者がやってきたということになってますけど、となると、三人の賢者というのは、三人の前に、すなわちペルスポリスからやってきたスターゲイザーということになります。 今このトルコのケープと比較していただいています。どう考えてもこの左の人は、ミトラ、ミトラまあミトラ、今日のシンボルであるフリジア帽をを被っているとなりますと、キリストの生誕の時にですね、キリストのもに駆けつけるはずがないわけです。 すなわち、まあ、その後ですね、キリスト教は徹底的にミトラ教を弾圧しますからね、ポーズも同じですよね。ここに注意してください。姿勢も同じということです。すなわち、この三人はミトラ教の、まあ、いわゆるまあ、あミトラとゾラスター教の流れを組む、まあ、信者である。すなわち、カンプジア、それからストダのゴータマ、それから三番目、一番左がダリウスということになります。 そして、ストダーゴータマがダリウスに追われる形で、息子のシッターアルタゴータマ、すなわちセッターアルダゴータマですね、宇宙の解放者、宇宙の真理の解放者という名前だそうですけども、連れて現在のパールのルンビニあたりへ逃げていきました。そしてそこで仏教を起こします。 私は父親のセッダールタゴータマと、ストダナゴータマとですね、ごめんシッターガルタゴータマ二人で仏教を起こ,した起こしたと考えています。さあ皆さんどうですかこの中央の総林はストーパーに見えますかそれとも生命の木に見えますかそれは皆さんの判断に任せます。まあこれをストーパーという方がおかしいということです。なあち、聖徳太子がですね、えー いわゆる、まあ、ブッダの像、某、像、まあ、ぶっりをですね、五重の塔の頭に置くはずがないわけですね。上位。いわゆる、まあ、ミトラの、ミトラの方が上位ですからね。で、もう一回結論を出しますと、これが、まあ、生命の木をまあ、いろいろというの形でモチーフとなって表現されています。ここにも描かれてますね。 この生命の木というのが、あの、旧約聖書のアダムとイブのた、まあ、食べ、食べなかったって言いますかね。知恵の木は食べるんですけどもね。木の実は食べるんですけども、生命の木の実は食べないで、アダム、エデンを追放されます。そしてエデンの東へと、ま、行くわけですね。これが、生命の木。すなわち、私たちが現在、クリスマスツリーと呼んでいるその木っていうことになります。が、この木は、もともとは、生命の木であるってことになっていくわけです。 で、ここに星がありますね。クリスマスツリーには古来より頂点に星を置きます。なあち、これはキリスト教の神のを表しているわけではないって一つの証拠になるわけですね。ベートーベンも大工の中でですね、えー いわゆるまあ星空の彼方に星空の彼方っていう形で、えー、いわゆる神々を叩いています。ここに言う星空の彼方、星っていうのは、これはミトラ教の言い方であって、キリスト教の言い方でありません。すなわち、えー、まあもっと、もっと言えばですね、公共曲第9番は、プロメス参加の歌ということになります。まあ、ともかくも、 五重塔の、まあ、てっぺんにあるこの総林はですね、まあ、現存する、形として現存する、まあ、クリスマスツリーの中では世界最古の、世界最古のクリスマスツリーということになります。まあ、いかがですかですから私たちこの日本にですね、世界最古の、まあ、クリスマスツリーが現存しているということになります。まあ、続くビデオは聖徳太子の謎に迫ったものです。どうかご覧ください。バイ。 Hello, this is Hiroshaya Shi Atago Japan.Mystery of s o l i n Decoration of the Bagoda in 法隆寺 Temple. 法隆寺五重の塔の総隣の謎。えー、今日法隆寺へ行ってきました。先ほど帰ってきました。で、総隣の写真が手に入りませんでしたので法隆寺へ行って写真を撮ってきました。 この、まあ、上部にあるのが、これが僧輪って言われるものですね。で、この僧林について、まあ、法隆寺の、まあ、<laughs> まあ、そこにいらっしゃいました僧侶の方にですねこ、あれは何ですかって聞きましたら、あれはスチューパをかたどったものだと。スチューパっていうのは、まあ、あの、左のようなものをスチューパっていうんですね。 で、はぁ、あ、そうですかということをだったんですけども、えー、アタグさんが、リンは生命の木、tree of life であると主張なさっていらっしゃいます。まあ、どちらが正しいかということですよね。で、比較してみることにしました。と言いますか、えー、写真が手に入りましたので、皆さんに紹介いたします。検証、まあ、旅行をしてきました。で、 法隆寺へ、まあ今日は寒かったですね。え、途中前原の辺りには雪が積もっていました。えー、まあ、肌を切るような風の冷たさを感じました。で、まあ、あの、参拝者もほとんどいなくてですね、えー、まあ、こうした静かな法隆寺を散策することができました。 で、これがその総林なんですね。で、比較してみます。これ、まあ、ああの、なんて言いますか、これあの、左が、えー、法隆寺五十の塔の総林です。で、右の方が生命の木ですね。tree of life です。で、この形を見ていただき 作り方のコンセプトですね。棒がぐるっと伸びて、ぐにゃっと曲がってる。特にここに注意していただきたいんです。あの先に反対の,この右の方でぐるっと中、内側へ曲がってますねで。このコンセプトが全く同じだということが、の今回今、今日言っていまして、分かりました、えー。皆さん自身の目でご確認ください。 まあここまで一致してますと違うという方が無理ですね。はい。ということが確認できました。ただし本数がですね、えー、法隆寺の五重の塔は一方が6で中心にも,もう一本あるわけですね。で、Tree of Life の方、これはあのあのレリーフの一枚ですけども、まあ、このレリーフに関して言えば2本多いわけですよね。ということで数が6、7で まあ、合いませんでした、まあ、それを除けばですね、ま,あ、まさに五重、えー、の塔の法総林はですね、えー、アフラマズダー、そしてエンリル、エンキですね、ごめんなさい、エンキの、エンキがあの人間をあの改造したわけですからに、ね、命をか改造して、そしてその、えー、遺伝子操作をして人間を改造したわけですね。ですからあの、それがあの、 ミトラの流れ、ギリシャ彫刻の流れと繋がっていくわけです。まあ、結論から言いますと、まあ、今日検証旅行に行きまして、えー、これはまさに Tree of Life だということなんですね、えー。これは間違いないですね。と言いますか、なぜじゃあ Tree of Life が法隆寺の総理になっているか言うまでもなく、 聖徳太子が、えー、ミトラだったからですね。あれは大変ミト,ラの中ミトラ教の中でも重要な人物であったからですね。まあ、これがアフラマズダもしくはゾラザラストラと言われてますけども、太陽の神ですねで。ミトラがそこから生まれて、それがギリシャ彫刻からガンダーラ、ガンダーラから中宮寺のハンカシーゾイとつながっていくわけです、えー。聖徳太子がそこにいますね。 で、聖徳太子が、えー、法隆寺を建立し、五重塔を建てて、その上にですね、林、まあ、頂上といいますかね、五重の塔のてっぺんにですね、いわゆるその生命の木をかた,かたどった草林をつけたところで、なんだ不思議はないということですね。それとも、えー、あなたはですね、<laughs> 寺のの住職の方がおっしゃいいいまますすすよううにここれはスチューパーだと思いますかということ思かなんですね続くビデオどうかご覧ください。Thank you very much. Bye.Hello, this is Atago, tube s t r a in Hiroshihayashi, Japan.To live life in j a p a n g o d s m a s t e r p i e c e s e の e 日本神々の芸術アタムさんが大変な発見をなさいましたそれをここに紹介できることを大変光栄に思いますまず簡単にアタムさんの説を説明させていただきます左がバブル・ノラッシュメールに伝わる生命の木ですそしてその生命の木と日本の五重の塔の先端につけられている 草林とコンセプトが同じだと言われるんですね。で、精査してみましたが、同じです。この草林についていろいろな説がありますが、まあ、結論先に言えば、よくわからないってことになっていますね。いろんな説があります。で、これが、あバビロニアのあレリーフですけども、生命の木です。右が法隆寺の 総輪です。数、形、同じですね。もう疑いようがないですね。ということを後で詳しく述べます。が、しかし私は実はですね、今日午後、チューブストアさんから送っていただきました、このブローチについて調べていました。このブローチがですね、私が持っている、といいますか、森本さとしさんから送っていただきました資料のものよりもね、で、でものもよりもはるかに詳しく聖地なんですね。 で、もう一度比べてみますと、上がノルウェー、下がデンマークで見つかったブローチです。このノルウェーで見つかったブローチは明らかに UFO 型をしています。で、今回、キューブサーさんから送っていただきましたブローチがこのブローチです。そして、デンマークで見つかったブローチです。デンマークというのはもともとこうした銀細工が盛んなところです。10世紀頃作られました。 えっと、デンマークの方はね、左の方は現在メトロポリタン美術館にあるそうですけども、年代はわかりませんが、ほぼ同時期だと思います。そして、4つのリムに黄色い線を重ね、そして、まあ5つの突起物が中央を含めてあるわけですけども、これを比べてみますと、全く同じなんですね。全く同じなんです。ということは、これらのブローチは芸術作品として、 いわゆるその作った人のね、芸術性、創造性に基づいて作られたものではなくて、きちんとしたコンセプト、きちんとした数式、きちんとしたまあ形式に則っ,って作られたものだということがわかります。ただ一箇所だけこの四角い部分が、左は三つの穴、右が四つの穴っていうことになっていますので、ここだけが矛盾しています。が、ともかくも同じものだと。 同じコンセプトで作られたものだということがこれでわかります。すなわち、それだけ重要な意味を持っているということなんですね。上がノルウェーで見つかった UFO 型ブローチです。下がチューブスターさんが送ってくださったブローチを横から見たところですね。そしてここに窓らしきものがあるということで私は UFO とまあ関連付けて今まで考えてきました。が、しかしそれ以上の意味があったんですね。それが今回チューブスターさんが新しいのを送ってくださったことで はっきりしました。UFO 型であると同時に、実は、このブローチにはさらに大きな謎が隠されていました。一番上がデンマーク、ノールウェー、そして真ん中がメトロポリタン、現在メトロポリタン美術館に所蔵されています。で、左が私が絵にしたブローチですね。真ん中の一番下を絵にしました。そして右が、えー、スウェーデン、ゴットランドで見つかったブローチです。UFO のナイフと思われます。 こうして並べてみますと、これらのブローチは、まあ、あの、よ、5つのブローチはですね、それぞれ関連性を持っていると思われます。で、tree of life, 生命の木。日本ではほとんど馴染みがありませんけれども、西欧では生命の木っていうのは、まあ、ごく自然な、まあ、信仰の対象となっています。で、こうして線でつなぎますと、形が浮かび上がっていきます。で、これを立てて、そして、生命の木を置いてみますと、 二人と重なるんですね。驚きました。右が生命の木です。tree of life です。命の木です。そして左が今回見つかったブローチです。リムの形、穴の形がしっかりわかりますから、こうして線を引くことができました。tube star さんどうもありがとうございました。そして比べてみますと、中心部でやや幅が広くなっていますけども、基本的な構図は同じです。ナッチ このブローチは生命の木を表しているということが分かりました。ただ単なる模様ではなかったんですね。ですから、このタイプのブローチはきちんとコンセプトを守りながら作られているということになります。生命の木というのはまさに人間の起源に、まあ、元を置くと言いますか。人間の起源を示す木なんですね。人間が延期によって改造された時から、 こうした木があったというふうに考えています。これが Tree of Life ですね。で、生命の木そのものが現在に今もまあ、半ば信仰的な対象として扱われています。これはまあ、まあ、一種の生命の木の模型図ということになりますね。これがバビロニアです。 上に、えー、アフラマズーがいますね。で、こうして人間は創造されたということなんですね。いわゆる遺伝子操作によって作られました。そしてそれが世界中に広がり、そして現在の今に至るまで世界中で生命の木を、まあ、進行している人がいて、そして守っている人たちがいるわけですね。これらはすべて tree of life と言われている まあ、なて言いますか、シンボルの、まあ、模様ですね。まあ、日本ではほとんど知られていませんけれども。あの、しかし、まあ、生命のきり。で、調べますと。ヒットします。ここなんですね。これを見たときに驚きました。あたごさんが、ほぼ同時期に。 情報を送ってくださいました。2015年1月2日のことです。では、アタゴさんの新発見を皆さんに紹介いたします。これも日本の考古学をひっくり返すような新発見です。左が生命の木、そして右が草林です。もう一度、アタゴさんの情報をお読みください。あ2015年の間違いです。 2014になってますけど2015の間違いですそこで調べてみましたが一致しました右が法隆寺の総輪ですその上の方を見てください ちょっと影に隠れてますけども、数、形、一致してますね。さらに、拡大しています。間違いありませんね。皆さんご自身でご確認ください。そして、左が薬師寺の草林です。これはバビロニアに残っている生命の木、tree of life です。ぐにゃぐにゃっと曲がっているところ。 そして先のところで、花のように枯れているところ。もう間違いありませんね。で、私は同時にバイキングの謎も、バイキングバックルの謎も解けました。なぜこのようなツタの、伝のようなネク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 したその模様があるかということをずっと疑問に思っていました。みんなバイキングバックルです。バイキングバックルは、これは隠れキリシタンのための、いわゆる三位一体の十字架を表すと同時に、 なんと、生命の木を表していたんですね。さらに、アトムさんはこうおっしゃっております。起源は生命の木で、日本の可能性も出てきました。大賛成です。日本のほが古くて、そして、聖地にできているということを皆さん、記憶に留めてください。日本が起源の可能性が大きくなってきました。ということで、568号を送ります。どうかご覧になってください。 アダムさん、チューブサーさん、大発見です。本当に嬉しかったです。と同時にありがとうございました。心からお礼を申し上げます。アダムさん、ありがとうございました。Hello、this is Hiroshihaya Shihama Masedi Japan, November 30th, 2013.Here in this、uh, video, I would like to the answer To the of the Vikings. バ,イバイキングのバックルの謎解決編このビデオは全3作に続く 4, 4, 4番目の,あのビデオです。皆さんはこれが何だと思いますか考古学者の先生たちはこれをバックルと教えております。どうしてこれがバックルなんですか いわゆる留め具だとめだうわけですねではその答えをこれは何であるかその答えをお教えしますその前に、えー、当,当時ですねカール大帝は、まあ、10世紀にあのバイキングたちはキリスト教に改宗するものですけどもそれ以前はですね、えー、キリスト教とカール大帝はキリストあのバイキングとは戦ってたわけです。バイキングはあの 世界に侵略するなったのはそれが原因だとも言われておりますこれは日本の隠れキリシタンのあーマークです Secret Christ, Christ ですねで、こう仏像の裏にこう十字を彫り込んだりということをしてたわけですまあ、それくらい命がけであったということを皆さん前もってご存知ください 知っておいてください。もう見つかったら貼り付け、処刑、殺されますからね。この事情はバイキングにとっても同じだったんです。キリスト教はどん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 浸透していったんですね。で、キリスト教徒たちはバイキングの中にあってもですね、隠れて信仰していたわけであります。で、ここでその前に一つ知識ですけども、三美とはトリニティの意味ですね。トリニティとは何かというと、父、子、そして精霊の コッテのなキリストなんですね。それ、これがあのトリニティのシンボルマークです。これは現在でも使われております。絵の中に3つの輪が1つになっているということですね。このシンボルマーク、よく覚えておいてくださいね。まあ、これはあの正式の、uh, The Trinity シンボルマークです。三味一体という意味ですね。で、この模様とですね、あの先ほどの見せましたバックルですね。まあ、一応バックルとしておきますけども、この模様と似てるんですよね。 巧みに隠してあります。それはその通りです。命がけですから。見つかったら殺されるんですからね、皆さん。いいですかそして、この中に十字というものをいっぱい隠したわけであります。これは日本でも同じようなことをやったわけですね。まあ、ざっと数えても13個ありました。えー、13プラス1が2ありますが、あの、ダブってるというかあの、ちょっと怪しげなのがあります。でそして、このマークを見てください。逆さまにしますと、まさに三位一体のマークなんですね。 つつの丸そそしててれれぞれがつながなっているとこれはあの現在三密一体を併せ持った十字架です。ホーリークロストですね三密一体を表している十字架です、まああの。ただの十字架というよりも三密一体をこう融合させた十字架というのもあるわけですね。これなんかそうですね。三位一体、まさに三密一体をあの一つにした十字架なんです。 で、このマークとぐるっと円を描いてますでしょ。ゃその間にこの、何て言いますか、あのー、複雑な模様が書き込んであるわけです。で、この複雑な模様の中に三密体のシンボルマークを探すことは容易なことではありません。言い換えますと、命がけですからね、皆さん。見つかったら殺されるんですよ。ですから、彼らはバックルとして、まあ、隠し持ったのです。可能性は高いです。しかし、こうして三密体十字架と あのバックルと比べてみますとまさにバックルと言われているものがですね三密体の十字架であることがわかります上の方には横棒縦棒もありますですからまあ、今書きましたように生命に関わる問題ですからまあ、このクロスのあバックの中にクロスを見つけるのは容易なことでありませんがしかしまあ これは間違いなく十字架だったんですね。カクリスクリタンの十字架でした。バイキングですよ。続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much for watching. Please enjoy number this following videos.Thank you very much for further information. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, h a m a m a s i Japan. A dream of Viking. North Europe is full of mysteries.In Japanese. みなさん、こんにちは。今日は東京のタカさんという方からいただきました情報をもとに北欧の謎に迫ってみたいと思います。タカさんからこのような、ああのこれあのメールといいますかあの、はい、お読みください。いただきました。 まあ、掲示板の方にいただきましたのであの、見てくださる方は掲示板の方でご覧ください。ここに4つの,あの座標が示してあるんですね。で、まあ、ここが、まあ、バイキングの、まあ、ウェアル・フォートレスって言われる取りになっていますけども、非常にあの意思的に、あの、まあ、なってますか、実に奇妙な場所に、ね、あるということなんですね。で、私は早速それを調べてみました。で、まあ、こさっと調べても、これ見ただけでもう続々と来ましたですね。 これは無偶然じゃありませんね。あの高さんまあ,あの北欧のですねあのバイキングのそのリングフォートレスってうんですけども。えー 円形のその鳥ではですね、あのそんなに多くないんですよ。私は先ほど言いましたけど、10カ所前後だと思うんですけども、まあ、そのうちの4カ所ですね、この近くに、まあ、この近くだけで4カ所をタカさんが調べてくださったんですけども、この角度が90度になってるんですね。まあ、これはあのタカさんがおっしゃってるとおり、私があのつあの検,検証してみましたらあの90度でしたで。大きさはですね、まあ、237メートル。 直径がですね、まあ、これがずっと1234と順番にあの大きさを皆さんにお見せいたしますけどもこれが2番目ですで、まあ、この中にまあ集落があり人が住んでいたってわけですよねでこの2番目もそうなんでで3番目がですね少し形が崩れてるんでこれはちょっとどうかなっていうところなんですけども、まあ、こうしたあの形のものもあると、まあ、高さはそれをこれしてきなさいまして大きさが2 6 7メートル結構大きいですねで 4番目がこれですけども、4番目も1 3 6メートルこの4番目について、えー、ついてあの詳しく調べています。というのは、この4番目の中にも皆さんお気づきですかね、あの模様が入ってるんですね、この円形の砦の中に。で、ま、ずーっとあの下へ降りています。この白いのは羊です。で、この中にですね、こ白もやもやが見えるんですね。これはただの、なんて言いますか、えー せんかなと思ったらそうではなくて、岩で作った、まあ、船の形をした、あのなんて言いますか、まあ、お墓ってなってるんでしょうかね。それとも、まあ、にあの大体こういうのを見るとみんなお墓に従うんですね。あのまあ、後の人がお墓に利用したかもしれませんけど、けどもお墓を作るのにこんなのはあの、こんなマウンドを作りませんからね。このマウンドはあの今ご覧になっているように非常に大きいですね、これ。非常に大きいということはあの、上から見ると小さく見えますけど、向こうの方に羊がいて、人間がいるから分かりますよね。 こう,まあ、こうした大きな溝も切ってやると、で、まあ、こ,のこれを取り出だっていうんですね。で私はあのあのアジアの要所ですね、あのメジャーなあのフットフォールド、フフットフォールいわゆる切ってあの拠点からですね線を引いてました。これは一番重要なクロスボンチャイナです。与那国、国で皆さんで大変なところなんですよ、あれは。あの イースアートに,あのに並ぶ重要な拠点だったですね。あれはそれはもういろんなところで謎を解きました。これはイースポールですね。重要な。で、ドゥンファン。これはあのアジアの玄関口です。ここからも、あのこのインドアジア大陸、東南アジア大陸から,これから行くわけですね。で、4本の線。上から1、2、3、4。これが、あの、 上からクロスボンチャイナ、ヨナーグニ、それから3番目がイーストポール、東、えー、東極点ですね。そして一番下がったらバックオークから引きましたで。エラーがあるかどうかということを詳しく検証してみました。1、2、3、4、上から順番に調べてみます。あのエラーがどれくらいあるかということですね。これはあの上のあの今度逆にですねあのイーストポールから引いてきた線ですけども、赤い線はイーストポールから逆にエベリーとつないだ線です。エベリーとつなぎます。エラーが、えー ここに出てくるわけですけども、えー、エラー1番は987メートルですね。2番がここが3554キロ、3.5キロですね。で、これが5、ここのエラーが5.6キロメートル。まあ結構あるというかないというか、まあ、地球規模で考えてくださいね。あの、そ,そんなはい。あの、5.5キロです。地球規模で考えましょう。 あのー、自宅からこうやってけると結構遠いですがね、まあ、この赤い線がです、ね、あのクロスポンチャーナに行くんですこの線と、ね、エイベリーとは一直線に並ぶんですね、ですからやっぱり何かこの、なんていますか、意図的に似ていいますか、あの計画的に、数学的にあるいはあの配置されているという印象は強く持ちました、まだこの段階では断定できません、ただまあこれ、これがです、ね、北欧への第一歩なんです私、実はその北欧の謎解きは今回がこれ、初めてでして、このあと何が待っているか分かりません。そしたら森本さんがですね 森本聡さんがですね、あのいろんなあの北欧の情報をすぐ送ってくれました。あの今こう、今北欧を調べてますって言いましたら、そしたらまあすぐ北欧の情報を集めてくれたんですけども、北欧にも何かありますね。まあ、こういうま、まだ、あ、私が取り上げたことない、いろんなその謎を謎,謎とで、ここにこの2つのマウンドが見えますね。日本ならもうすぐこれ古墳だということになるんですけども、古、ま、墳、あ、になってないところは嬉しいですね。まあ、日本人は何でもお墓に下がるんですよね。あの高校学者の先生たちね。 お墓が好きなんですね。あのでも、しっかし、これ、お墓じゃないと思いますよ。はい。これあの円形、あの円形の古墳とそっくりでしょ、これ、大きさ、形。ですから、日本のその古墳もですね、こういった世界的な規模で、あるいは世界的な規模の中でもう一度考えてみる必要があるんじゃないでしょうか、ということを、まあ、これを見ていて感じました。皆さんはどのようにお考えでしょうか。ということで、歩行の旅、これからどんどん調べていきます。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Taka in Tokyo, k a m e h e r sister Orion and Hiroshima, Japan. 聖徳大使 who has been to Devil's Tower, Wyoming, USA. これが A 福祉に残っている聖徳大使の絵図です。右が、Wyoming の Devil's Tower です。で、聖徳大使は、 このデベルズタワーに行っていたに違いないという話です。英福寺には大変、まあ、奇妙な絵図、聖徳太子の絵図がね、えー、何枚か残っています。その中の一枚がこれなんですけども、聖徳太子がですね、馬にまたがり、まあ、奇妙な形をした山の近くを飛んでいます。で、この山についてですね、まあ、一般的には富士山であるというふうに 説明されています。しかし、本当にそうでしょうか富士山でしょうか私は、これは、ワイオミングにある、デビルスタワーに、そっくりと言いますか、だと思います。まあ、とびもない話を、えー、しているようですけども、外堀を攻めていきますと、まんざらそうでもないということが分かってきます。これは、ケミヤさんが指摘なさったんですけども、してくださったんですけども、この、 山のふもとにですね、まあ、針葉樹、針葉樹と思われる木が描き込まれてるんですね。まあ、今でこそね、あの、ヒノキ、スギノキっていうのは植林されて、日本中どこでも見られますけども、針葉樹っていうのはやはりこう、針葉樹なんですよね。まあ、それがこの、まあ、聖徳太子の絵図の中に描き込まれているということなんですね。まあ、なんというまあ、類似性でしょう、ということになるわけです。で、まあ、高院東京さんがいろいろ調べてくださいまして、 さらに興味深いことが分かってきました。で、これは、あの、聖徳太子の絵だと。で、それを描いたのがですね、なんと、畑氏なんですね。旗氏って言うんですかね。旗氏の一人なんですね。で、この頃、まあ、聖徳太子と旗氏とは、非常に、こう濃密の、濃密な関係にあったというわけです。 なるほど。ということで、まあ、旗氏について調べてみました。で、旗氏のですね、これが、あの、氏神を、氏神神社があるんですね。で、ウィキペディアによれば、東漢氏、東刊氏ってうんですかね、あの、虎池氏族であると。まあ、中国からやってきた氏族であるというわけですね。え でその旗、宇治がですね、まあ真まあ、旗という字か,ら字からも分かりますように、真の始皇帝の末裔であると。ここでまたなんかこう引っかかってくるんですね。で、この真の始皇帝といえば、ご存知のように平和洋を作るわけです。平和洋を作るわけですね。平和用の兵士たちです。そして、ガンダーラブツとギリシャ彫刻とこう三者は同じ まあエイリアン私たちは神と呼ぶエイリアンによって作られたということは前にも証明いたしましたがここでもう一度あの簡単に説明しておきますこれがヘバヨですね。シアの東30キロのところにあ,あります。ヘバヨの兵士です。ここ,こからあのナスカに線を引いていますと綺麗な滑走路が見つかります。皆さん自身でご確認くださいね。上から来てる線がヘバヨから引いてきた線です。もう一度やってみますと 真を送っていますか、まっすぐにこの、えー、滑走路を横に行っていきますね。井戸経度はここに示しておきますから、ご自身でご確認ください。もう一本実はあの、平和用の殻の線があるんですね。それが左の黄色い線です。で、この黄色い線、2本、まあ、いわゆる2本滑走路があるってことなんですよね。で、この線を伸ばしてますと、やっぱりこの細い、左側の方は細くて長いですけども、この滑走路の向かって右側を通って、 下のプラットフォームへとつながっていくわけです。まあ、これちょっとあの記憶に入れておいてくださいね。そこで今度はルンビニ、アテネ、通ってナスカに線を引いています。ルンビニの、ま、シャカ、ブッダの、生まれ故郷ですね。ここから、ナスカの方に線を引いています。途中で、ラホールを通ります。ガンダーラブツのメッカですね。そしてその、この直線がですね、アテネを通っていきますが、アテネオリンピアを通っていきます。 で、まあ、もうちょっと拡大してみますと、ややアテネ、アテナ大きな街ですからや、ややアテネの北方を通って、そしてオリンピア、オリンピアを通って、そして、えー、ナスカへやっていきます。そして先ほどの平和洋から来た滑走路のちょうどう上ですね。あの、きれいにそこで重なって、そして、あのー、日本の滑走路へと繋がっていきます。まあ、偶然って言えば、もうこれは偶然とは言えませんね。で、もう一度よく見てくださいね。 あの、日本の線がですね、あの、日本というか、その、右側の滑走路の、ちょうど頂点のところ、頂点というか一番高いところで重なるということです。これが、この日本が、これが、テラコタアミ、ヘバ用から引いてきた線です。そして、この横の線、右の方から引いてきた線が、これが、ルービーから引いてきた線です。滑走路の、ちょうど上の方で、というか、上で、まじ、まじ、交わっているの分かりますかそして、左の滑走路、ヘバ用から引いてきた左の滑走路は、このプラットフォームで一つにまとまるわけです。 で、私はこういうことから、平和洋と、平和洋と、それから、ガンダーラブツと、ギリシャ彫刻は、私たちが神と呼ぶ、同じエイリアによって、指導され、作られたというふうに結論づけました。で、聖徳太子はどうかということなんですよね。で、もう一つの聖徳太子の、この絵図に戻っていますけども、えー 高い東京さんがさらに新しい情報を送ってくださいました。この絵を描いたのは、なんとダビデ神社、大酒神社のですね、まあダビデ神社と言わ,言われてるんですけど、大酒神社の二氏歳だというわけですね。二氏歳の一人だという、二十の一人ですね。で、この旗氏がですね、あの、聖徳太子から、聖徳太子のもとで活躍していたと。 そして、旗氏氏がですね、旗氏がですね、聖徳太子から魅力菩薩繁華シー像を賜って、それを、えー、京都最古の寺と言われている高隆寺を建てて、えー、その高隆寺にこの魅力菩薩繁華シー像を安置したと。まあ、こういった、あの、記述を探してくださいました。もう,もう少しわかりやすく言いますと、旗氏というのは真の思考というの末裔だと。そして聖徳太子は旗氏と、 非常,非常に近い関係にあったと。で、旗氏は聖徳太子から繁華カ像を賜って、それを京都で一番古い交流寺に安置したと。こういうことなんですね。これであの、なんて言いますか、弥勒菩バササハ像カシとあ、それから、まあ、聖徳太子をつなぐ。そして旗氏。旗氏とそれから、真の始皇帝をつないでいくっていう、まあ、人との関係が、 まあ、有機的に浮かび上がってきたわけであります。もう一つは、この奈良の法流現在ね、中宮寺に、まあ、ミルクブォザス半華シリーズンはありますので、そこと、それから、えー、ガンダーラのラホールを線で繋いでみます。その間の距離が5650キロなんですね。まあ、まあ、人間が行き来できる距離ではもちろんありませんでしたね。 というのはこれは直線距離ですから。実際にはガンダーラから、あのー、日本を目指す場合には、ヒマラヤ山脈の三百の北、北回りルートを通って行かざるを得ませんでしたからね。これがあの、ミロク菩薩繁華シーゾです。左がガンダーラ仏を代表するミロク菩薩とゾです。共にミロク、すなわちミレ、すなわちミトラ系の、ミトラ系というかミトラですよね。そしてこの、特に目なんかがね、目のコンセプトですね。非常によく似ているというか、まあ同じですね、これは。 そして貼れ合わせてみますと、この両者は何、何ら違和感もなく綺麗に重なるんですね。ただし、鼻の長さと太,太さだけはバリエーションを加えて書いてあります。特にまあこうして見ていくんですけども髪の、髪の毛の中のモヤモヤも一致しているんですよ。さらに喉の下を見てください。そのシワまで一致するんですね。皆さんご自身でご確認ください。ということはですね、これらの像2つはですね、いわゆる 3D カルスカルプティングですね。彫刻機械コンピュータ。コンピュータライズされた彫刻機械によって彫刻されているということなんです。もう一度繰り返しますけども、5650キロですよ、皆さん。そしてこの目の作り方を見てくださいね。上まぶたを特に線を追っかけてみてください。やや上がって、やや下がって、やや上がるって、このコンセプトね。そして両,両者とも薄い目を開いています。 すなわち、これら両者は、えなて言いますか。もう、繰り返すのも、何度も繰り返しましたけども、いわゆる、3D プリンティング、あるいはスカルプティングテクノロジーを使って作られたということです。それがお互いならば、もう一度この喉の下の、似せる必要のないところまで、同じであるとこ,ろところに皆さん注意してください。ということを考え合わせていきますとですね、あの、いわゆる、まあ、聖徳太子の周りにですね、 ま、あの、エイリアンがいたと言わ言ってもですね、なんだおかしくないわけです。もう一度このナスカを見てください、えー。これナスカ理論で証明できるんですけどもね。あの、黄色い線が、ルンビンにそれからアテネから来た線。そして、縦線が平和洋から来た線。そして、ガンダラブスと、えー、日本のミドクボサス島とは、ハンカシーゾーとは、あの、つながっていくわけです。 ということを考え合わせますとですね、えぇ、ー、東京さんが送ってくださいました情報をもう一度皆さん読んでいただきたんですけども、旗氏が、旗氏の,の一人がね、この絵を描いたと。そしてそれは、まあ、一般的な日本人の常識を超えた世界で描かれたということですね。ということを考え合わせますと、やはり、聖、えー、徳大使は、聖徳大使はということになるんですね。まあ、それはまあ、まあ はい。楽しいですね、こういう話は。で、もう一つこの考えてみますと、これは、あの、いわゆる旗、真の始皇帝、真のね、松江が、松江の旗氏の絵師が描いた絵だってことになるわけですね。そして、この聖徳太子は、その、なんて言いますか、馬にまたがりこの山にやってきた。この山はどこかといえば、えー、アメリカの、現在、ワイオミングのデビルズタワーであると。そう考えたところで、なんだ不思議ありませんね。 自由に空を飛び、自由に空を行き来できる人たちによって、まあ、この絵は描かれたということになります。で、総合的に判断しますと、結論ですけども、えー、聖徳大使は、えー、アメリカのワイオミングの、えー、デビルスタワーを、行っていた、えー、行っていたということになります。まあ、キーパーソンは、旗た、うということになります。えー、もう一度、まあ、しつこいですけども、ども,もう一度この、えー ナスカの、えー、写真とですから私はまあ,あ、なんて言いますかね、聖徳太子がアメリカへ行っていたと言われてもね、あそうですかと、何も不思議には思いませんが、皆さんはどうでしょうか。というとっても楽しい話でした。Thank you very much for watching. And see you again next time. Bye. あ、ah,、それからシ i s t e r o r i さん。あの、いよいよ、はたうじが出てきましたので、あの、いろいろと情報をまた送ってください。どうもありがとうございました。b y e h a l l o This is Hiroshihayashi, Hamamasuri, Japan.Mystery of a Line on the Neck. Two sculptures created with 3D Computer Technology. 二つの像の謎。これは中宮寺にあります、弥勒菩薩ハンカシー像です。これはガンダーラ仏を代表する弥勒菩薩像です。これら両者は鼻の長さと太さを除いて全く同じです。で、首の下のラインを見てください。首の下にラインがありますね。こんなラインまで 一致していますこれらは 3D フォトグラフテクノロジーによって作られました。でないというならば、なぜ首のラインまで一致するのですかそれを説明してください、えー。古いビデオですけども、2013年の2月に発表しました動画を見てください。まず、 ですね。この二つの像がですね、遠く離れて5600キロという距離がその間にはあります。この5600キロという距離、直線距離にしてですよ、離れた両方って言いますか、両端で、同時、ほぼ同時だと思いますけども、像が作られたということは、どういうことなのか、皆さんの なんて言いますか。心を開いた良識を、に従って判断してみてください。まあ、これはあの、古いビデオですけども、当初私は、これを知ったとき、心が震えるって言いますか。ほど驚きました。順に精査していきますとですね、この髪の毛にあるもやもやまで、まああの、 中宮寺のハンカシー像の方は、まあ磨かれたと言いますか、まあテカテカになってますから、ラインがわかりませんけども、もやもやまで一致していると。特にこの目の形、団子の付け根の、まあなんて言いますかね、あのー、コンセプトと言いますか同じですね。そして、プロポーションもちろん同じですから、貼り合わせても同じです。まあわかりやすく言えば、中宮寺のハンカシー像を中央でやや広げたのが、 ガンダラの、うう魅力菩薩像ということになります。で、これについてですね、まあ、いろんな方からいろんな意見をいただいていますけども、まあ、私の意見に対してね、とやかく言う前に、皆さん自身の目で見て、自分の、なんて言いますか、思考力で判断していただきたいと思います。偶然だ。 偶然だとね、否定することは簡単なことです。1%のね、本当に1%のミスや間違いを捉えて99%を否定するというのは、まあ、私たちの世界では、荒がしと言います。まあ、例えば私はこれ上から正中線をずっと下へ引っ張ってきたんですよね。で、まあ、このように正中線が下へ降りてくるわけです。で、ガンダーラブツの方も同じように、 中心点を取りまして、特にあの、眉間花の中心から下へ下ろしてきますね。下から取ったわけじゃないんですよ。そして、この幅がですね、やや、このガンダーラ仏の方は、仏かガンダーラのミルク菩薩像の方は、やや広がっているわけですね。で、このポーションは同じであると。で、この、 尾光のね、あの上から下ろしてきた正中線が、やや微あの,鼻孔の中心よりもやや線が左寄ってるっていうところも、これまた絶妙なところですね。で、貼り合わせてみました。全く違和感がないんですね。二つの像をこういうの、このように貼り合わせて、これほどまでに違和感のない像ということはありえないんですね。試しに皆さんいろんな像でやってみてください。まず合いませんから。そしてこの輪郭。 カーブの取り方。それからあの髪の毛ね、薄くあの、ハンカシーゾの方は、あの、ラインが見えますけども、そのも、その形も同じですね。そして団子。あの、形そのものはね、あの、ハンカシーゾの方は二つに分かれてますが、そしてこの、なんとなくこのぼんやりした,した線を見てくださいね。明るくしますと、下の線が浮かんできますね。そしてその、なんて言いますか、その下に、まあ、 ハンカシードの方には、もやもやとした線が現れてきますけども、それも、まあ、この段階ではよく似てるとしか言いようがありませんね。えー、さらなる検証が進めば話を終えたと思います。そして、こんなところに、まあ、ハンカシードの方は何か知らんけども、その、イボのようなものがあるんですけども、同じところに同じように、ガンダーラブスの方にも、まあ、イボっていうかね、あの、突起物のようなものがあるわけです。 で、まあ、これ、あの、これ以上はね、あの、精査できませんのでね。まあ、この程度にしておきますけども。まあ、何かがあるということですよね。まあ、これは、あの、クエッションマークということにしておきます。で、カムレキの付け根、あの、団子の付け根、そのあたりを、ま、正確に見ていただきますと、その付け根の幅まで同じであるということですよね。繰り返しますが、双方の間には直線距離にして、5600キロという距離があります。 まあこのことをね、あの、東博の学園医の方に話しましたら、学園医の方は即座にこう言いましたね。えー、昔は師匠というのがいて、その師匠の通りに弟子たちが作るのが習わしになっていたから、おかしくない。しかし、ガンダーラと、ガンダーラと奈良ですからね。師匠がやってきて、そして指導したというのでしょうか。 私は大きな疑問、その時に大きな疑問を感じました。で、この髪の毛のぐるっと上がっているところですね。そして、こう色を同じようにつけてみますと、区別がつ,かつきませんね。そして、鼻の付け根って言いますから、眉毛、鼻のラインがそのまま眉,眉のラインになっていくわけですけども、この目。特にはこの目ですよね。あの、の鼻の付け根のラインも、 同じですけども、同じようにこの鼻のラインが眉毛になっていくという、この、いくらあのね、似てるいたって、こうしたコンセプトは、これはまあ、あの、ギリシャ彫刻も似たような方式を使ってますので、でね、特に私は目に注目したんですね。そしてこれが上や,や上がって下がって、そして上がると。で、中宮寺へ私は電話をかけてね、あの、聞きましたら、中宮寺の方が親切に教えてくださいました。ハンカシー像も薄目を開いてますよって。 そういう親切な方もいらっしゃいますね。そして、こうしてずれ、まあ上と下を比べてみますと、ただあの、残念なことはね、あの、ガンダーラの魅力菩薩像につきましては、側面の写真をかなり探してみたんですけども、ありませんでした。ですからまあ諦めましたですけども。そしてまあ唇はですね、あの、このように違いますが、しかし作り方のコンセプトは同じだということです。いわゆる横伸ばししたっていう感じがしますね。 そしてこの左のザラザラ感って言いますか。両方にそのザラザラ感があります。そして目まぶたの下。これもやっぱり、これはちょっとあの、中口の方ははっきりしませんので、まあ、ここ、ペンディングということにしておきます。そして輪郭は全く同じであるということですよね。まあ、続くビデオの中で、これ、ここまであの、詳しく精査してありませんので、疑問に持たれた方も多いと思いますけども、なぜこんな像が5600キロも離れて、 作られたのかということなんですよね。そのことをまず皆さん、あの、冷静にと言いますかあ、皆さんの、その、いわゆる純正な心と言いますかね、心を開いた目で見ていただきたいと思います。こうして、えー、まあ、中宮それから、えー、ガンダラのミルクボス発はできたんですけども、ミロのヴィーナスと、 それからガンダーラ仏を代表するシャガリュウ像。これは今現在日本にあります、東白に語ってありますけれども、髪の毛のパターンは同じであると。ただあの、太い細いっていうランダムはかけてあります。そしてそのガンダーラ仏と、それから中宮寺のミロクボサウスハンカシー像は、これまた同じであると。同じと言っていいですね。むしろ逆にね、鼻の長さを変えることによってバリエーションをつけたというふうにも考えられるわけです。このように、点と点はですね、 線で繋がっているということです。ということで、もう一度最初の話に戻りますが、今日のポイントはですよ。まあ、真似で作ったと。それはわかるわかります。しかし、どうして首の下のシワまで同じに作る必要があったのか。また、どうして同じなのか。まあ、私のことを否定する人は多いと思いますけども、まず、この疑問を 考えてみてください。なぜ同じところに同じような線があり、そしてそれが左右一致するかということですね。ということで、続くビデオの中で、あの、聖徳太子の謎、聖徳太子の実像、すなわち、真の顔はどんなものであったかという謎に迫ってみたいと思います。以上のことをどうか頭に入れてご覧ください。Thank you very much。Hello. This is Hiroshaya i h Shi, h a m a m a s u r i Japan. 聖徳太子 is m i t t l e The real image of 聖徳太子 or 馬屋との王子 or the prince of a stable. 聖徳太子の絵や像はいくつか残っています。しかしこれらの絵や像は聖徳太子が昇天した後描かれたり作られたりしたものです。 では、聖徳太子の実像はどんなであったか。その謎について今日は考えてみたいと思います。馬屋との王子。馬屋で生まれたから馬屋との王子と呼ばれるようになりました。中央は飛鳥カの太子像です。そして右の方が 私たちが持っている聖徳太子のイメージです。本当にこんな姿をしていたのでしょうか彼は誰なのか彼はどこから来たのかそしてどんな顔をしていたのかその謎を解く鍵が二つの魅力菩薩像にありました。 右が奈良法隆寺です。左がガンダーラ仏のメッカ・ラホールです。ハンカシー像です。弥勒、菩薩像です。その間の距離は5650キロあります。この5650キロの距離を超えて、二つの像は同じです。 右が、ミロコ菩薩跏思惟像です。左が、ミロ菩薩像です。この両者を比べてみますと、プロポーションは全く同じです。鼻の長さと太さを除いて、全く同じです。二つを貼り合わせてみますと、違和感なく、 一致いたします。輪郭、髪の毛の付け根、目の感じ、そして喉の下のしわを見てください。こんなところまで,同じ,などで同じです。ということは、これら2つの像は、やはり 3D コンピューターテクノロジーを使って作られたということです。ここまで似せる必要はありません。 この像がいわゆる、まあ、私たち人間の、まあ、能力を超えた世界で作られたということですね。目の上,上,上,上まぶたのラインを見てください。やや上がって、やや下がって、やや上がる。全く同じなんですね。今も言いましたように、鼻の長さと太さだけは違います。それを除けば、 同じだということです。ここに、まあ、聖徳太子の謎を解く鍵がありました。これが、まあ、私たちが今知っている聖徳太子像ですね。そして中央が先ほども言いましたように、アスカデラの太子像です。馬屋との王子と言います。 頭を見てください。ちょっと変わった頭をしてますね。そして棒を持っています。この頭はミトラのフリギア棒と似ています。そしてこの棒をシャクと言います。ミトラも同じように棒を持っています。 これはミトラが12月25日に生まれた時の様子です。三人の賢者がやってきてミトラを祝福しました。ミトラは馬屋で生まれました。馬屋で生まれました。これが中宮寺です。その中宮寺、立花の大井らつめがですね、いわゆる聖徳太子の妻ということになりますけども、 立花の大いらつめが聖徳太子の死後、こんな曼羅衆長、天竺国曼羅衆長を作り、そして聖徳太子を供養しました。それについては後でもう少し詳しく述べますが、馬宿の王子が亡くなると、立花の大いらつめは天寿国曼羅衆長を作り、そして はっきりと記録は残っていませんけども、この、えー、ハンカシー像を供養し、そして、聖徳太子を偲んだものと思われます。その、ハンカシー像、ミルコブサスハンカシー像は、どこかミトラと雰囲気が似ていますね。 もう一度、よく見てください。私の話がですね、ファンタジーだと思う前に、もう一度この事実を確認してください。ガンダーラを代表する弥勒菩薩像と、法隆寺、中宮寺に残っている繁華シ像がですね、 5650キロという距離を超えて同じだということです。 ハンカーシーゾーは分かりやすく言えば、クスの木の組み木でできているということですね。もう一度ハンカーシーゾーを見てください。左がミトラゾーです。どこか雰囲気が似ていますね。ということで、終わるわけではありません。これからが、 まあ、いわば、本題ということになります。聖徳太子は、誰だったのか、どんな顔をしていたのか、そのヒントが、立花の大いらつめの残したと言われている天守国、ンダラ州長にあります。これはですね、聖徳太子が亡くなった、と言いますか、昇天したときにですね、まあ、亡くなったという言い方は適切でありませんね。天から死者が、 死者の一行が来てですね、そして聖徳太子を連れて帰るという様子を表したものです。現在残っているのはこの6枚だけだそうです。この6枚の絵を見ただけでもですね、聖徳太子がいかに重要な人物であったかがわかります。まあ、なんて言いますかね。まさに天からですね、神々の一行がやってきて、 そして、聖徳太子を、まあ、今でいう宇宙船、これがそうですけども、それに乗せて月へ帰っていくという天へ帰っていく天獣国ですね。まさに天獣国へ連れて帰っていくということです,です。が、それだけではありませんね。ここが重要ですが、立花の大井らつめはですね、その様子を目撃したのですね。そして、 立花の大いらつはその時の様子を何とか形にして残そうと。そういうふうに考えたのだと思います。そこには強烈なインパクトがあったと思います。そしてそれが強烈な動機となって何としても残さなくてはいけないということで、わざわざ刺繍にして、そして絵にして、そして後世の私たちのような人間に その事実を伝えようとしたわけです。その大いらつめの心は今の私に通じます。私も四十数年前、ワイフと二人で巨大な UFO を目撃しました。強烈なインパクトでした。そしてそれが今、こうしたビデオ作りの原動力となっています。立花の大いらつめも、 私と同じようなインパクトを受けたはずです。そして、そのインパクトが、このマンダラ集長となって、なったと。そういうふうに私は考えています。と、同時に、同時に、聖徳太子は、ミトラ、まさに神ですから、多分、これは直接的な証拠があるわけではありませんけども、 立花の大いらつめに、こう言って、ハンカシー像を渡したのではないでしょうか。つまり、私がいなくなっても、寂しく思う必要はないぞ。と。私の代わりに、このハンカシー像を置いておくから、寂しく思うんじゃないぞ。というふうにして、立花の大いらつめのもとに、 魅力菩薩半華シーゾを置いていった。と私は考えています。そうでないと言うならば、もう一度、このガンダーラ仏と、そして法隆寺。まあ、中宮寺というのは法隆寺から500メートル前後しか離れていませんけども、残っている魅力菩薩半華シーゾを見比べてみてください。 普通ではない。つまり、私たちの、いわゆる一般的な常識では理解できない世界の話ですよね。二つの五千六百キロも離れた地点で作られた二つの像が一致しているということです。その事実と、立花の大いらつめの心を 考えてみてください。すなわち、これが、これが、聖徳太子の実像ということになります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye.